寿司職人もね、手に魂込めて寿司握るんで、手で物を触るってのは汚いことじゃないんですよ。もういいんじゃないですか。もうちょっとやりてもいいですけどね、これ。じゃあ食べまーす。やったー、パンケーキの出来上がりです。では具材の紹介をしていきます。北海道パンケーキミックスですね。そして必要なのは卵 M サイズ1個、牛乳 150ml。 じゃあ準備してサクサクやっていきます。僕結構手慣れてるんでサクッといきますよ。ホットケーキのコツは、最初の卵と牛乳のところはしっかりかき混ぜるんですよ。これはつうか、このフライパン、この鍋、昨日あれ、ラーメン作ってから洗ってねえや。まあいいや。ちょっと塩味が効いて美味しいんじゃないですか。この時点ではしっかり混ぜるんですよ。ああ、いい匂いする。で、粉を混ぜすぎると、焼いた時に伸びちゃうんで、多少ダマっぽい方がいいです、粉は。この後、あれは、これはマジ、まあ、白い部分が残らない程度に混ぜるっていうのかな。箸じゃ曲がんねえ。箸じゃ曲がんねえ。これでいいやもん。これ混ぜる。じゃあちょっと特大パンケーキミックス。本当は2、3枚に分けて焼きたかったんですけど、めんどくさいんで、もう1枚一気に焼きます。特大パンケーキミックスで。特大パンケーキ作ります。ちょっと熱いですね。水ちょっと裏につけました。ちょっと熱いですね。特大だとちょっとの火強いとすぐ焦げるんで、もう1枚丸々焼いちゃいますね。映ってるよね。はい、もうこれだけ1枚丸々焼きます。特大のパンケーキいきます。なんかパンケーキって結構行きがって、ああいいですね、結構いい混ぜ加減だな。パンケーキは行きがって 2,3 枚に分けて焼きたいもんだけど、あと特大だと混ぜ裏返すのが大変。シリコンのヘラが欲しい。だからちょっと僕の今手元にある機材だと、これ以上のホットケーキミックスはちょっと救うことはできないですね、残念ながら。これちょっともう助けられないですね。あ、指でやればいいんだ。指なら多分全部救える。もったいないね、これ指で救いますね。こんだけ残ってるんで、ちょっともったいないんで指でやっていきます。んな俺のことが好きすぎて離れない、指から。俺のことが好きすぎて離れない、こいつら。どうすんだろう。寿司職人もね、手に魂込めて寿司握るんで、手で物を触るってのは汚いことじゃないんですよ。皆さん汚いとか言ってると思いますけど、手でこうやって食材を扱うのはやっぱ料理人として手はやっぱきれいにしてるし、信頼してほしいです、その部分は。僕は非常に手がきれいです。あー、これマイクどうですか。こんな感じなんですけど、今こんな感じでやってるんですけど、あんまり大きな声で喋るとうるさいと思うんで、ここでやっていきますね。まあこうやって同時進行的にちゃんと食器とか洗っておくのが大事ですよね。これを欠かしてしまうと非常に効率が悪いんで、まあ、料理してるときはね、マルチタスクにやっていきたいですよね。あ、うるさくないよね、声。これね、ちゃんとニトリで買った加工されたフライパンなんで、洗剤で洗う必要はないです。加工されてるんで、これ、表面。洗剤で洗うと加工取れちゃうんで、これでバッチリです。もうちょいですね。あと2分ぐらいかな。あと2分ぐらい焼きます。ちょっと申し訳ないんですけどね。ちょっとテンポが悪くて申し訳ないんですけどね、まあ、僕パンケーキ食べるのが夢だったんで、やっぱりテレビ番組とか見ると、去年は何の食べ物が一番やってたかっていうと、パンケーキ特集みたいなのをめちゃくちゃやってたじゃないですか。ホットケーキ僕好きなんで、ホットケーキと何が違うんだろうって、見た目同じじゃないですか。すげえ憧れがあったんですよね。かといって、この年になってね、パンケーキを食べに行くっていうのも勇気がいるもんで、今まで食べる機会に恵まれてなかったんですけど、もういいんじゃないかな。こんがりきつね色になるまで俺は焼きたい派なんですけどね。どうすか？ほーん。ほんほんほん。もういいんじゃないですか？もうちょっと焼いてもいいですけどね、これ。あと2分って言ったけど。まあ、もうちょい焼きたいけどな。ちょっと待って、じゃあ。ブーストするわ。チート使う。30秒焼きます、あと。ひっくり返して、最後に3分焼いて、出来上がりですね。僕の憧れのパンケーキ。まあ、どうやって食べるかっていうと、焼き終わったら説明しますね、パンケーキ。パンケーキを食べるためのセット持ってるんで、これ、一つじゃ多分、裏返せね。しゃもじでいいかな。しゃもじでやるわ。てか、皿に乗せるわ。皿に乗してひっくり返すわ。多分無理、これ。普通に1枚でひっくり返すの。これチートなんですけど、チート使いますね。ちょっと申し訳ないですけど。チート使って申し訳ないんですけど。大丈夫です。じゃあ、このパンケーキをどうやったら美味しく食べれるかっていうのを考えてきたので、少々お待ちください。このパンケーキ実は差し入れでして、それと一緒にこれが入っていまして、ですね、北海道ハニーナッツ。これ蜂蜜に、ナッツの蜂蜜漬けですね、これ。結構お上品な蜂蜜で、なんかリンゴの蜜みたいな味するんですけど、これをパンケーキにかけて食べていこうと思います。ちなみにこれ焼いたやつインスタにアップしたいから動画写真撮る。焼き終わったらじゃあ見てみますね。入んねえぞ下に入んねえ。重いのか。うん、あと1分ぐらいかな。いや食べれると思うけどな。これ多分粉がいいね。粉がいいやつだね。なんか柔らかい粉が柔らかみある。市販のホットケーキとかと違って、だからうまく火が通るんですよ。ちょっと待って、皿に食べんのもな。皿に乗らないな。ちょっとこう片付けるわ。皿に乗らないんで、ちょっとでかい皿用意します。インスタ映えするような皿が欲しいなあ。いいもんあった。綺麗かなこれ。一応洗うか。まな板っすね。もういいんじゃないかな。じゃあ食べます。やったー。パンケーキの出来上がりです。これ初めてのパンケーキですよ僕。嬉しい。いい香り。バター油使ってないんだよな。油使うとね焼き面が汚くなるんで、ホットケーキって嫌いなんですよ油使うの。うわーいい感じ。あ全部焼けてるね。ちゃんと火通ってますね。ちょっと写真撮りたいんで待って。綺麗にデコレーション。ちょっと待って、この端のささくれ撮るね。端のささくれ撮ります。ちょっとインスタ映えした写真撮りたいんで。この角度が一番綺麗だ。ハニーナッツをふんだんに使って。あらいいじゃんこれ。インスタ映えしてるね。完全にこれインスタ映えだね。インスタにアップする。はちみつちょっとこうやって垂らすの。はちみつをこうやって垂らして写真撮ろう。おお、うまそうじゃん。食べますか、じゃあ。食べましょう。完成です。じゃあいただきますね。はい、ナイフとフォークで食べていきます。じゃあちょっとね、この蜂蜜をちゃんと伸ばして食べましょうか。あ、柔らかい。ホットケーキより柔らかいね。だいぶ柔らかいですね、ホットケーキより。うお、箸でほろほろじゃない。もうこの生地自体が甘いですね。ちょっと蜂蜜出して食べさせて。ホットケーキより硬さで言えば柔らかいで、生地が甘いんだよね。甘みがあって濃厚なね、なんかね、牛乳を使ってる感を感じる。それでこの蜂蜜、甘いものに甘い組み合わせたらまずいんじゃないか、甘すぎるんじゃないかと思うかもしれないですけど、この蜂蜜が結構いい蜂蜜で、リンゴの蜜みたいな程よい甘みなんで抜群に合うんですよ。これはうまいね。これマジで美味しいです。